はい。モンスターストライクガチ始めて実況のパートになります。今回は、コバコバさんなし。ちょっと夜も遅いので。はい。で、ちょっと今回は経験値集めを丸調しながら、オーブと一緒に稼いでいきたいと思います。はい。次は、俺の、ちょっと成長しています。どこが成長しているんでしょうか。はい、お願いします。うわー、やっぱりすごいですね。上手い人は違います。はい、次がカンラチョウさん。味方上に押し上げてるみたい、まるで。で、次がラップさんです。ルシです。おぉ、友情コンボのスピードアップ、カーリーとかいうやつ？あれ？だから、スピードアップ、うまい！これはいい感じ。はい、ちょっと内容が薄い動画になっています。最近はすいません。貫通タイプとスピードアップできたら地味に強いです。とどめー、やったっす。はい、はい、水のやつ、フレンド申請、とにかくフレンド申請です。はい、オーブが結構稼ぎましたね。はい、あと、俺はいろんなコメント欄にいるので、見かけたらコメントしてくれると嬉しいです。はい。それでは、強化合成の方をしていきたいと思います。はい。今回は、これにします。で、これで、こう上がる。はい、これが合成できて、はい、今回はこれで終了にしたいと思います。最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。それではメッセージのペンでーす。大感謝ガチャ引けないじゃん。ランク50以上じゃねえもんね。あとランク36必要です。はい、というわけで獣神祭5回引くことができます。
しくだったらな。俺そうだったよ。まあ次俺が弾く番だぜ。あ、確定来てない。ここに確定って書いてある、ね、そうですよ。モンスターやってたっけ。クロエキン。ちょっと、お前らだけ見て。あ、見た感じゴミだ。フレイパズドラでは覚醒しています。じゃあこの俺引くね。おう、どうせ確定なんか来ないんだよね。できるね。これはフラグの予感。あ、ほらほら来ないで。え、でもストレックショットといえば確定なんだ。思いっきり音はこんぐらいで十分で、実際ね、これ動画にするとめっちゃうるさいの。あ、このタイミングでゴミ。はい、白竜。玉竜です。白竜ってあのホワイトハリケーンの、白竜ってあのホワイトハリケーンのかな。あー、いないですか。ホワイトハリケーン。うわ、確定だ。うそぴょん。これで銀だったら面白いな、ね。はい、ゴミ。ショパン。ゴミ。びっくりした。一瞬ビビった。はい。ラスト。まあ、ここはね、ラストはね、うぷぬしのこのね、俺がね、覚醒じゃなくてもね、いいからね、ラスパティーンですよ。一瞬さ、ちょっと、なんかモーカルに見えた。確定ではないな。はじいや。金玉にでも変われば、あ、ゴミだ。これは変わることのかよ。あったよ。俺あったよ。俺それで殺し屋の髪が出たから言うけど。そうなのね。うん、今日妖怪のせいなのね。違う。あ、いるそうなのね。チュッチュッチュッチュ。ワーチ。今何時？2番ね。ウィース。3番のエレキテルと言うの。どうしてあの子に振られたの。マスターボールか。使うな。モンスターボールに決まってるだろ。どんな階段見してあると思うの。当たり前やん。モンスターボール一筋やってきたんだ俺は。ポケモンを、俺はポケモン、モンスターボール一筋でやってきたんだ。レッツゴートゥー鬼ヶ島。なんでサンパはエリキテル欲しいの。エリサードなんかすぐに倒されるやん。怪しい。倒されない。大丈夫だ、問題ない。さりげなくクエスト行けるんじゃない。よし、こういう時はあれを言ってんの。大丈夫だ、問題ない。せーの、イエーかわいそうになってきた。俺がな、うん、ジェン、俺モンスター技術ね、上がったんだよね。じゃあお前、星5の降臨、マルチなしでクリアしてみろ。僕でいい。え、極みでいいから、普通にクリア。スタミナの問題だ。スタミナの問題か。俺のランク今18だぞ。パーティーミッション。はい、繋がって。マルチだな、これ。なぜわかる？うん。だって、トキアが、この、タッチ、ビシーシャペンさん、このスパンツさんの使ってる、これ、タッチ、なんだったっけ？なんだっけ？エースじゃなくて、なんだったっけ？まあ。エレザード。なんか今、ヨッシーさんに結構欲しいらしい。今、動画撮ってる。撮ってんだ。あ、ゴトベスも後で撮るとか言ってなかった。あ、ゴトベスちゃんと撮るよ、3時になったら。あ、奥現地だ。いいな。このさ、あのスカンチさんのさ、今弾いたやつさ、弱いんだよね、このレクリートって。追求不信だよね。あの追求不信ないよ、最初のやつに。うん、ないよ、追求不信が。カニカもしてないから。なんだと、逃げるだ、卑怯だぞ。逃げるんだ、僕は死にません。まだ HP そんなに削られてないのに僕は死にませんとかいうやつがアホになってきてよ。アホに見えてきたじゃなくて、うん、俺はアホになっていない。
お、なんか知り合いが申し込んできた。やってあげるよ、やってあげるよ。すごい上から目線。どうせね、売り切れる時に、ね、上がってるよ。じゃあ、もしもくれたらどうする？エリキテルが、エリキテルが欲しい。めちゃくちゃ欲しい。オンバンが今。オンバンなかなか強くない。バックオンバンのやつ。バックオンバンも新商なり。バックオンバンって確かさ、140だったかな、エリキ。140? うん、140の。ねえねポケモンってさ、何点5とかなかなかないよね。100超えの何点5って。どういうこと？だから例えば、あれ、145とかそういう数字はないよね。なんかポケモンって。145とか155とかそういうのはないよね。か確かにね。なんだよ。155とか145とか。ネイビアゲットしてる。135なんだよ。何飛び膝。飛び膝130じゃん。130か。でもね、2歳よりが18で。18か。めっちゃ微妙。開始、じゃあ、ラララライフに話す。ラララライあれ何だっけ藤崎マーケットってやつ。そう。じゃあ、エラーさしね。じゃあ、大阪の方では、ね、漫才だそうです。お、アーサンスポーツとか。思いっきり引っ張って行きます。間違えてる。間違えてる。無駄。うん。わかった。あ、スピードクリアできなかった。あー、眠れそう。うん。弱いんだよな、これ。ね、ポポコの81から90持ってる。持ってるわけねえだろ。逆に持ってたら尊敬するよ。あ、俺前ストライクの100レベル持ってたからな。それヤナキーの91レベル持ってたからな。アンチダメージボールあるんだ。やばいよ、ケンちゃん。前も言ってたよね、それ。証拠ちゃんとあるぜ。動画でちゃんと証拠があるんだぜ。どういうこと？俺の名前。俺の名前。ちゃんと仮名使えよ。うん。ケンちゃん。ケンちゃんは誰？ケンちゃん。ケンちゃん。ケン。ケンと。違う。はいはいはい、分かった。残念。ヒヤキー100レベル。ヒヤキー。ヒヤキー100レベルとか。負けた。配信親見て。ガンギラス。じゃあポケモンで暴れる君先やったことある人？一人だね。じゃあ俺はね、それを使ってミジマル100レベルをゲットしました。さて、全く出ない。ミジマル100レベルなんかいらんことね。俺にとっては必要なポケモンなんだ。いや、ミジマル100レベルだからゴミに等しい。Why? ジャパニーズ奥剣っていう手に入るといいな。手に入らなかったね。だな。何剣数だな。ランクアップ。本番が今欲しすぎて。あ、ごめん、ちょっとさっき嘘ついたわ。ランクさねえ、うん、さっき18ってじゃん、うん、今15になったわ。嘘、おっしゃい。本当だっ、さっき14だったよ。重心さん引いちゃった時。本当だって。本当だ。さすが俺。なんかさ、あれ、ちょっと、はい、というわけで今回はこれで終了したいと思います。またごとのすってとかです。はい、とりあえずさよなら。